です。お疲れ様です。久々登場ですね。やがっとんね、YouTube。 いやっすよ。いやっすよなんて、お前か。今日は株式会社塗り替え道場の社長やるかもしれんという人をお呼びいたしました。みたいっす。ちょっとテンション上げてくださいよ。視聴者の皆さん、まあだけど、まあサムネがそんな風になってると思うんですけど、まあ実際に職人歴がうち以外も含めてわー、20年20年職人20年実際にさ、今営業やったじゃん。何年だ、もう本当に職人だよね。うちからうちも入って職人ずっと、まあ、ほぼ塗り替え道場の、まあ、塗装班って自社の方だけね。で、協力業者の一人親方みたいなみんなバーっておるんですけど、で実際、まあ、河合君っていうのが、まあ、うちの会社入ってまだ7年ぐらい、そんなにならないぐらいですね。そんなにならない、6、7年ぐらい、はい、ぐらいでずっと職人で、まあ、リーダーでやって、今の行って寺西君とか、はい、あれが弟子だよね。もともとの会社の時からの弟子で、だから辺を全部まあ育てて、でじゃあ営業やってみようかって言って、今営業やって何年ですか。今ちょうど2年ぐらいですね。2年で今もう実際に店長やってるんだね。はい、緑店っていう、まあ結構大きいエリアの店長やってるんですけど、これなんでできるって、やっぱなんでできるんだろう。たった2年で、まあ普通の営業やって、でまあ店長やってもう1年ぐらい、うん、そうですね、だよね。でなんでそれってできるんだ。まあ視聴者もね、やっぱ職人が結構やっぱ見てるから、そういう子たちがまあ参考になるかなと思う。そもそもの入りが多分その、うん、まあ、営業になるとまず覚えなあかんことっていうのが、うん、やっぱりその塗装の、うん、まあ、技術じゃないけど、その内容、うん、その知識が、うん、まあ、やっぱりもともと職人歴があるとか、うん、まあ、そうだよね、まあ、まあ、分かるっていうのと、うん、なんでその営業がになるまでがちょっと早かったですよね。その知識を入れなくて済む、うんうん、だからもうほぼあれだよね。なんか別に誰かに教育しまったっていうよりは、営業っていきなりもう一人行ってこいって言って、ね、2回しか連れてもらったことない。まあそうやってて2回やって、まあ俺はよく言うんですけど、まあ俺の価値観ね、元ボスのまあ考え方もちょっと聞きたいんだけど、俺はその外衛で見てて、これまあ視聴者の子でももう職人ね勤めでやっとって、やっぱ焦りあると思う。独立したいとか一人親方になりたい、でも会社で学べることってすごい俺あると思っててさ、元ボスはそのまあ前の会社でずっとリーダーやっとったわけじゃん、はい、頭でずっとやっとって、まあ親方がおって若い人がおって、何人ぐらい若い人が、4、5人ぐらいの会社なわけでしょ。そうですね、だから5、6人の会社だと思うんですけど、やっぱりねそこでねずっとやっぱ自分でリーダーで頑張ってきて、やっぱ俺も会社来てさ、やっぱあこいつ頑張るなっていうかさ、うん、他の子たち言われたことをやる子たちのレベルと、あこうしてもいいですか、ああしてもいいですかって、その自分から何か提案してくるレベル、組織ってでかくなってくるとさ、その横つながりもあるじゃん。そうですね、で職人の時からじゃあ塗装班のリーダーとしてやっぱじゃあ店長とか事務とか、まあ、対社長でも交渉がいるじゃん。そうですね、対外注とかでもそうだと思うんだけど、うん、そういうのはやっぱり俺多分その前の会社でもすごい経験したと思う。自分がリーダー職として社長に、いや俺らはこうやってやりたいけど、まあ、現場こうやって今言ってるもんで、親父こうやってやってもいいって言って、今あんなやり方してったら、今親父のやり方してったらもう今の子潰れちゃうねって、うん、とかいろんなそのすり合わせってあるじゃん。そうですね、まあその現場仕事って覚えちゃえば、うん、体が覚えていけば動くじゃないですか。結局何が仕事する上で大変って人間関係、うん、でそのいろんな若い子、まあ、一番大変なのは技術的なことももちろん大事だけど、まあ、大事ですけど、やっぱり人間関係が一番難しい。人間関係でやっぱり、うん、上に立てばこの下の人間の能力がどれぐらいなのか、うん、なんでやっぱりめちゃくちゃ辞めてたんですよ、前の会社でも。分かりました。もう全然辞めてきましたし、うちちょっとまあ親父がちょっとクセモノで、うん、やっぱりそのわーって、うん、耐えれない子と耐えれる子と、うん、でまたその中でも耐えれる子でもわーって怒っても、うん、クソって思って頑張る子と、うん、怒ってシュンとしちゃう子と、 あとその中にもその子の能力ってあるじゃないですか、うんうん、1年でガーッと伸びる子と、うん、もうその同じとこまで到達するのに2年かかる子、3年かかる子、でもこの子って3年かかるけどいつかそこ到達するじゃないですか、時間かけて育てなきゃっていう子もいるから、ね、最初に良くてこうやるやつもいるしね。そうですね、でこうゆっくり上がってくるやつもおるしね。こういくか本当に、うん、でもこういってこうなったりとこう、あそうそうそう、おるよね。寺西なんかは、はもうこうです。もう本当に、うん、もうやる気がすごかったね、うん、もういろんなことやりたいやりたい、はもう本当にセンスあるもんね。もうで競争してくるんですよ。あ負けたくないって、もう負けたくないって。本当に自分も結局負けたくないんですけど、うん、やっぱり夏場とか暑いじゃないですか、うん、暑いからそのうっとうしいなうっとうしいなって思いつつも抜かれてくるとちょっとイライラしてくるんで一瞬ガーって頑張るんですけど、
でもどっかでやっぱり抜く時があるんで、本当にいろんなジャンルあるじゃないですか、屋根の塗装、外壁の塗装、で屋根、外壁は負けてないけど、屋根は負けたなっていう時もやっぱあるんで、ね、あった、もう全然カラーベストの塗装だったらモテランシーに僕買ってないです。あ、そう、買ってないです。そんな早い、早いです。早いし綺麗、綺麗で早いなんかは別に何とでもなるんですけど、早くて綺麗っていうのがやっぱりその一つの、そうだよね、セットっていうかね、そうですね、うん、なんで早いだけだったら別に全然抜けると思うんですけど、確かにやっぱもう、ね、いや、まあ、まあそこに関しては認めてます。カラーベストのカラーベスト折半は強いですね。コツ持っとんだ。まあでもそうやってさ一つなんか一生懸命やりゃ結果出るんじゃないかな。で実際に営業やって本当になんか特殊能力じゃないでしょ。じゃないですね、まあ、延長ですよね今、うん、そのまあ塗装か塗装なんで、うん、これがまた塗装かリフォームだったらまた違ったと思うんですけど、まあ、そうだね、そこも覚えたからな、うん、知識量つける。でもすごい自信になったでしょ。そうですね、うん、どう、で営業やって学んだことってある？俺は人生変わったんだもん。初めて営業とかお客さんと喋るっていうのは職人で下請けでやっとった時の、でその時のあれとやっぱ体系的に営業やって自信になったっていうのがあるから、なんか新しいものが身についたっていうよりは、あ別にあ俺このままでもいいんだじゃないけど、結局マニュアルがあるじゃないですかやっぱり、うん、そのある程度の紹介、あ、まあ、うちの会社 の紹介として出すマニュアルを、うん、そうなんだろう、自分なりに出せば別に構わない、うん、別にこの子たちと一緒じゃなくていいし、うんうん、マニュアルっていうとなんかまあ視聴者に、あそう、じゃあきちっと社長喋り方があるなんて、そうじゃなくて、じゃあ塗料の説明をちゃんとしましょ う, そうです、ね、あのプランは3つ出しましょうとか、屋根のプランは2つ出しましょう、うん、でシリコンフッ素、うん、何々って大体パターンがあるっていうマニュアルだよね。そうです、そうです、まあ、で流れですよね、うん、流れは決まっとるっていうのだけだよね、うん、マニュアル。その流れさえ覚えちゃえばもう、うん、あとは人についてこられるより自分で行って、うん、自分を売るみたいなの方が、自分を売る、かっこいいこと言うね。ああ、そうです、元職人の文在で文在でやっぱりそのお客さん次第じゃないですか、うん、そのお客さんがその塗料の説明こっちがどんだけ一生懸命してても分かんないからいいって言ってるのにひたすらしててもしゃないですよね。ああ、そうそう、で興味ない人は興味ないし、ね、だったら興味あるとこ探してって、ああそう、ああそうそう、でコミュニケーション友達と喋ってるのと同じやね。そうですね、でも共通点は探します、お客さんの。あ、何や、家とか入って、うん、サッカーのシューズとか置いてあったりすると、うん、うち結局息子サッカーやってたんで、うんうん、もうサッカーシューズあったらもうサッカーやってるんですかって話して盛り上がるっていう。あ、そういうことね、うん、あ結局じゃあね、例えばじゃあ俺が、まあ、車好きだとするじゃん、うん、でまあ元ボスは車好きじゃないとするじゃん、うん、あでもじゃあ合わせないってことね。別に合わせない、僕も車好きなんですよって言わない。あ、聞きますけど合わせないです、うん、僕が別に車好きじゃなかったら好きとは言わない。ああ、なるほどね。あ、まあ、これは本当に聞きたかったと思う。あれできない営業もあって合わせていくと思うんだよね。何でもかんでも嘘ついていっちゃうというか、嘘重ねてもまた嘘じゃないですか。そうそうすると自分で言ったこと忘れるんですよ、ね、ああそうそう、で俺最初結構そういうとこあったの、うん、なんかそういうの合わせなかったんだろうな、俺は言うようになって結果が出たんだ、うん、そしたら本当にもう鬼に絡もじゃないけど自分も別に嫌じゃないし、お客さんに電話もできるし、みんなも、もう目の前のこと一生懸命やってほしいな。まあ目標ですよね、その、うんうん、この間ちょっとちらっと下から上がってきた声が、うん、何を目標に頑張ればいいのかが分かんないっていう話がちらっと出た時に、俺別に何でもいいと思うんですよ、うんうん、その例えば自分がやってることを下が認めてくれる、うんうん、それのためにやってるからスタートでも全然いいのかなって、うんうん、俺もそれすごい言われた、目標がないですとか、うん、目標があったらもっと頑張れるのは、でも俺14年経営者って思ったことが一つあって、もうこういう時代 SNS とかネットワークがある時代にもうそもそも目標自分で立てれないようなやつ結局伸びないんだな。いや、その俺がずっとさ親方でずっとやってて10人が15人になって20人になって俺がまあ生涯かけて30人の職人会社作るんだったらいいんだけど、結局伸びてくる子って勝手に目標決め、まあそうですね、結局そんなこと言ったことないじゃん。やっぱ自分で目標を何か見つけてきて、いや俺はここに行くんだ、まずは、だってお前に負けたくねえんだってペンキ塗るやつってさ、そうそうそう、勝手に伸びてくるやん。だけど何か自分にやっぱ目標は、まあ、与えてあげて使えることはもう確かにそれも一つある。それはリーダーとしての資質だから、リーダーがその子たちにじゃあちっちゃな目標を立ててやってからのこともすごい大事だけど、でもそれだけではやっぱ組織でかくならんから、自分で目標を立てて自分で自走して、俺一人で走りたいです、一人で行かしてくださいお客さんのところ、うん、あなたに負けないですっていう子たちには勝てないし、もうそういう風になってから、でそれ言ってる子たちもそれが正しいと思ってるけど、俺もう最近はもうはっきり言う、じゃあお前そんな別に俺もお前にそこまでやる必要もないし、なんならいいよ別にやめて、
やめてとは言わんけどまあまあでもそんなことお前が考えることじゃない。お前が何かやりたいって言って何か提案してこい、俺もそれ受け入れるかもしれないし、自分が何か動かないと、人が何か何かやってくれる、会社が悪い、さっき最初言ったよね、はい、親方が悪い、何が悪い、これが悪いって悪いところなんか見つけや、なんぼでもあるけど、切れないです。そう、でも自分がその中でどう生きていこうか、どうやって自分の陣地を広げていこうかってやっぱ思うやつって伸びてくるじゃん。モチベーションって自分で上げるもん、上げるもん、その人に、うん、確かにちょっと言われて、うん、あのガッと上がってくるとき、うん、まあ俺結構あるんですよ、その、うん、でやっぱりその塗装職人やってるときでも、うん、自分がいつも思ったのは、その何人区でできるって、例えば15人区でやってきてねって言われたときに、うん、俺いつも口癖のようにできちゃうんですよって言うじゃないですか。ああ言ってたね。できるかできないかギリギリであってもできちゃうって言った以上やろうとか、あーそういうことね、その自分に負荷かけるというか、うん、前言ったことあるね、なんかちっちゃい目標ってやっぱ積み重ねたりとか強いじゃないけど、うん、なんか大きい目標ばっか考えてね、なんか目標ないああだこうだって今日一生懸命やってねえのに、お前の3ヶ月後の目標、1ヶ月後の目標、1週間後の目標はもうどうでもいいんだって、今日目標なんか立てて一生懸命やれやみたいな。ね、まあそんな感じです。だってみんなも、まあ、焦らず、でも一生懸命やって必ずチャンスって目の前にもう、でもね転がってんだよ、一生懸命毎日生きてないから毎日転がってんのにほとんど気づいてないと思う。だからチャンスっていうのは本当に目の前にある、でも本当に見えない、でも一生懸命やってるとだんだん見えるようになってね、そのみんなには1個しか見えないやつが俺には2個見えてね、河合くんには2個見えて俺には3個見えてってあると思うから、だから本当にもう今日まず一生懸命この動画見たらやることって大事なのかな。ちょっといいこと言い過ぎかな俺、たまにはたまにはちょっと頼むさ、ボトボスね、ありがとうございます。じゃあチャンネル登録といいね、あとあの今求人サイトを作ってるんですよ。でこれちょっと URL 貼っとくんですけど、まずは職人さん側だけかな、求職者側で、あのあだ名になるんで、あの分かんないんで本名は何かで、それ登録してくれると自分の会社の周り、自分の住んでる周りにいい会社があればってね、それをつないで動画とかも載せれるようにしようと。だって会社の右は本当にもっと分かって、職人専用の求人サイトっていうのを作りましたんで、あのぜひあの登録、まず1000人目標にしますので、ぜひ登録してください。またねー。チャンネル登録お願いします。